こんにちは。おやさん専門税理士の田辺康二です。今日ですね、税務相談 Q&A。インボイス制度後、免税事業者の請求金額の書き方というテーマですね、お話ししていきたいと思います。はい。では今日の質問です。テナント物件を貸しています。インボイス登録はせず、免税事業者となっています。消費税はインボイス制度が開始される前から、 取っていませんでした。請求金額はどのように記載すれば良いでしょうか消費税なしと記載した方が良いのでしょうかもうこういった内容になっております。このチャンネルではですね、私が過去メルマガで書いてきたおやさんの税務相談をですね、紹介していっております。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンですね、ポチッと押していただければと思います。それから無料で相談ができるメルマガ無料でインボスのチャット相談ができる公式 LINE こちらが 概要欄から登録できますので、こちらもぜひですね、よろしくお願いいたします。はい。では、カテての方に行きたいと思います。店舗や事務所の家賃収入というのはですね、これ、課税取引なんですよで。消費税を取っていないからといってですね、課税取引ではなくなるというものではないということなんですね。ですから、次のような書き方はできないというふうになります。 例えば、家賃が10万円だったら、これを過去非課税というふうに書く。これはダメですよ。それから10万円、過去消費税なしっていうのもダメですよ、ということになるわけです。あくまでもこれ課税取引ですからね。非課税取引ではないので、消費税がかかっていないっていう旨は記載できないということになってきます。じゃあですね、どのように記載するべきかという話なんですけども、まあ、免税事業者が認められる記載方法として、まあ、この3つであればいいかなというふうには思っております。 例えば10万円。で、あとは何も記載しないということですね。何も記載しないと。10万円だけっていうふうにするとか。あとは10万円、過去税込みとかですね。あとは10万円。うち消費税相当額9万90 909円っていうふうにですね。まあうち税で書くとか。まあそのような記載方法とすればいいのかなというふうに思います。ちなみにですね、国税庁のホームページですね。ホームページにこのように記載されています。何かというとですね、 免税事業者が請求書などに消費税相当額を記載したとしても、それが適格請求書等と誤認される恐れのあるものでなければ、基本的に罰則の適用対象となるものではありません。というようにもう明記しているんですね。例えばここにですね、消費税相当額っていうふうに書いたとしても、これは別にインボイスだというふうに誤認されなければ問題ないですよというふうに言ってるんだと。 いうところですね。でなぜですね、これ国税庁のホームページでこのようなことを言っているかというとですね、また、免税事業者であったとしても、仕入れの際に負担した消費税相当額を取引価格に上乗せして請求することは、適正な転嫁として何ら問題はありませんというふうになっているわけですよ。どういうことかというとですね、例えば大家さんで、 え、考えてみると、大江さんが免税事業者であったとしても、例えば管理委託費とか、リフォーム費とか、こういった経費ですよね。支、ま、出、あ、経費にかかる消費税を負担していますよねっていう話なんですよで。もしですね、これ消費税を全く取らない。一切取らないよってなると、ここら辺の消費税ですね。経費にかかる消費税をどこにも転嫁できずに、免税事業者である大江さんが負担することになってしまうのと。で、その分の利益が 圧迫されてしまうんだということになるわけです。消費税というのはですね、もともと最終消費者が負担するっていう税金なんですよ。消費者が負担するんですよ。お家さんっていうのは消費者じゃなくて事業者なんですよね。でも消費税を取らないと事業者が負担するという税金になってしまうんだということなんです。それによって利益が圧迫されてしまうということですよね。まあ今現在ですよ。今現在は消費税率が10%なので、影響はですね、 そこまで大きくはないのかなと。たとえ大家さんがその分を負担したとしても。だからといって大きな影響はないかもしれません。しかしですよ。消費税率が20%になったらどうしますかっていう話ですよね。今後、ね、さらに上がるかもしれません。消費税率が上がった場合には、経営を継続できないという可能性も出てくるんだということなんです。なので、本当にですね、この消費税相当額、徴収しなくていいかどうか。免税事業者の方はですね、 そこをちゃんと考えていかないといけないんじゃないか。これは経営上の問題として捉えるべきなんじゃないかなというふうに思います。何でもかんでもですね、インボイス発行できないから取らないっていうわけではなくて、えーね、転嫁する分はやっぱり乗っけた方がいいんじゃないかっていうふうに思うわけです。その部分をぜひですね、しっかり考えていただければと思います。